腹が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。はい、今日はですね、暑くなってきたらやっぱり始まっちゃうこれだよねっていうのを食べたいと思うんですけど、冷やし中華です。もう本当にあのド定番の冷やし中華を16人前サイズで材料買ってきたので、今回ごまだれにこだわってね、手作りしてみました。見てね。はい、超特大冷やし中華できました。6キロあります。いやいや、相当の量あるんですけど、早速食べていきたいと思います。いただきます。ごまだれかけないとね。いくよ。まずはこんなもんでいいかな。はい、また必要になったらかけたいと思います。よいしょ。それではいくぜ。お、ごまが、うん、うん、これだよこれっていう感じの味がしてる。うまっ。あ、ごまだれめっちゃいい感じ。うまっ。あー、ごまたっぷりで甘みもあってね、ちょうどいいですよ。うん、うん、いや、ごま贅沢に使ってるからね、めっちゃいい香りがしてる。
うん、卵いいね、卵錦糸卵柔らかくて美味しい。うん、結構ザ冷やし中華な食材で固めたので定番感あっていいです。リンゴ酢でやってるから若干香りがフルーティーかな。お、めっちゃハム。なんかごまだれが麺に絡むとこう甘く感じて美味しい。持ってこないと食べれない。とベニーのてっぺんをいこうかな。お、うん、あー生姜うま紅生姜もね、酢漬けだから合うよね。うん、はい、ちょっと味変をそろそろしたいなと思います。だいぶ減っちゃったんだけどね。海苔です。もみ海苔用意しました。うん、甘っ。海苔合うね。すっごい合ってる、この冷や中のタレと。ラスト味変でラー油いきたいと思います。うん、ラー油があんまりわからん。かなり時間差で、うん、やっぱこのごまの風味とラー油のピリピリは合いますね。最後でーす。完食しました。
ごちそうさまでした。はい、冷やし中華16人前完食です。いや、12か迷ったんですよ。あの冷やし中華の麺が 4つで1袋のやつしかなくて、4人前で1袋かで、だからどうしてもロットが4になっちゃうんですよね。なんか最初15人前とかにしようかなと思ってたんですけど、ご飯追い飯がないから今回なんですけど、やっぱ1人前中華麺残すのちょっとなと思って、16でやって、具材もそれに合わせて、きゅうり4本とかトマト4個とかハム16枚と、卵8個とかでやったんですけど、まあ多かったですどっさりもどっさりな感じになっちゃいましたね。美味しかったですけどね、だから美味しかったからね、まあ、食べれたんですけど、いやお腹が今日はめちゃめちゃいっぱいです。でもやっぱこの時期はね、冷やし中華いいなという感じでした。結構ね、ど定番のメニューではあるんですけど、ごまだれを手作りしたの初めてで、意外と簡単に作れたので、はい、このタレはね、手作りっていうところがやっぱりアレンジがいろいろ効くのでいいなと思いました。はい、それではお腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日は冷やし中華始めましたでした。はい、今年もいろいろ夏の定番メニューどんどこやっていきたいと思いますので、ぜひぜひまた私が夏飯私が食べてるところ見たいなと思われた方はですね、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。最新の情報はコミュニティに書いてますので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。